マジックは少しのミステリーとサプライズに常識破りな何かでできている。マジックの勉強は辛い。一つの動きを何千回も練習するんだぞ。大丈夫、もう慣れてるから。ごめんなさい、いろいろ教えてもらったのに全然本当のことを伝えてなくて。気にするな。私の言葉を覚えてるかい？この世界は元から嘘と偽りに満ちている。でも君たちはいつか自分だけの真実を見つけ出してくれ。あなたは自分の真実を見つけた？私の真実はマジックさ。偉大なマジックをやりたいんだ。このマジックといえばセサルだと思い出してもらえるやつをね。魔術師にとって最高の栄光だろ。おい、見ろ、密封された箱に入られました。無事脱出できるのでしょうか？10年前、魔術師のセサルはまさにこの時に。ミステリー、サプライズ、常識破りな何か。そうだよね、栄光をあなたに返します、セサルさん。ちょっと遅くなっちゃったけど。